ふみしは人生に呪われすぎて逆に祝われたキリンこと。キリンクソー！はい、ということで今回は世にも恐ろしい本当に呪いが込められていると言われている絵画をなんと今回大放出7枚ご紹介していきたいと思います。ということでこの動画を最後まで見ると7回呪われることができてお得です。では行ってきます。無題、終焉の画家という異名を持っているポーランドの画家、ズジスワフ・ベクシンスキーが制作したこの絵は、椅子に女性の首らしきものが乗っているというシンプルな構図をした不気味な絵画ですが、この絵画は古くからこの絵を3回見たら死ぬと巷で恐れられています。というのも、ベクシンスキーは絵を描く際、死や絶望といった負の感情をモチーフに取り入れているのですが、これは彼の根底にある他人や社会に対する拭いきれない不信感が作品に色濃く反映されているためだと言われています。そのため彼の手掛けた作品のほとんどは混沌とした世界観をベースに描かれているのですが、その排他的で独特な作風の中に美を見出す人も少なくなく、今でも熱狂的なファンが多くいるそうです。ちなみに不気味な作風とは裏腹に、ベクシンスキーは人当たりのいい明るい性格だったのですが、妻を亡くした翌年に子供が自殺し、その上自身も知人からたった1万円という借金を断ったがために殺されるという壮絶な人生を送っています。ということで今回は特別にこの絵を3枚用意してみました。はい、死んだ。泣く少年。スペインの画家ブルーノ・アマディオが1911年に描いたこの絵は、後に人気が出たため現在までに多くの複製や微妙に構図の異なるものが多数存在しています。ですがイギリスでこの複製画の所有者が次々と奇妙な火災に見舞われ、しかもこの絵画のモデルになったとされる少年が火事で家族を失った孤児ということもあり、一部では呪いの絵として恐れられています。またこの絵画を飾っていた家の中には焼け落ちた家もあったそうですが、なぜかこの絵だけは焼け跡どころか傷一つついていなかったそうです。こういったことから当時消火に当たっていた消防士の間で大層気味悪がられたことで新聞に取り上げられることになり、最終的に2000枚近くの泣く少年の絵画が焼却処分される事態にまで発展しています。現在でもイギリスでは泣く少年の複製画が5万枚以上流通していると考えられているそうです。ちなみに後の調査でこの絵画に使用されていた材質が燃えにくいものだと分かっているのですが、家が焼け落ちているにもかかわらずこの絵だけが無傷で残るなんてありえないとイギリスでは多くの人が考えているそうです。と説明している間に我が家もだいぶ燃えてきたので次行きたいと思います。彼を拒むって、暗い室内にうごめく複数の人の手を背景に不気味な少女の人形と立ち尽くす少年を描いたこの絵は、ビル・ストーンハムという画家の手によって1970年代に制作されました。この絵を所有していた画廊オーナーや絵を酷評した人が次々と亡くなったため、曰く付きの絵画として恐れられています。また絵を見るだけでも病気になったり不幸が絶えなくなると言われており、この絵画を所有していた人の中には少年がキャンパスから消えたり少女の人形が瞬きしたといった怪現象を目撃した人も多く存在します。また中には絵を見た瞬間にまとわりつくような気持ちの悪い熱風を感じたという人もいるため、最近ではこの絵画には悪霊が取り付いていると考えられているそうです。そのためこの絵画を手放す人が続出したため所有者が次々と変わり、2000年には海外で有名なオークションサイト eBayに呪いの絵として出品されたことにより一躍話題になりました。最終的に10万ドルという高額な価格で落札されたのですが、また近いうちに売りに出されるだろうと一部では囁かれています。釣られた男。こちらは一見ただの風景画にも見えますが、左側をよく見ると男が釣られていることがわかるという非常に恐ろしいメッセージが込められた絵です。なんでもこの絵を描いていた作者は当時精神が不安定だったそうです。そしてこちらの絵は一時期地元の企業に飾られていたとのことですが、絵が一人手に傾いたり付近にあった書類などが消えたりといった気味の悪い現象を従業員がたびたび目撃したため、すぐにこの絵は下げられ作者の自宅に送り返されることになりました。ですが作者の自宅でも絵が届いて以降やはり怪奇現象が起き始め、時には首のない男の幽霊を目撃したこともあったそうです。現在この絵の行方は分かっていませんが、もしかするとまだどこかに保管されているのかもしれません。首のない幽霊はさすがに怖いですよね。ちなみに実はこの私も首のないキリンなのですが、どうですか。
計画は人にあり、決裁は神にあり。一見ホッキョクグマの荒々しさを描いた絵にも見えるこの絵画は、1864年にイギリスの画家エドウィン・ランドシーアによって描かれたものです。エドウィンは動物画を得意とする画家なのですが、この絵を見てわかる通り、純粋な動物画を描く人物ではありませんでした。北極という無人の地にもかかわらず、帆船のマストにも見える残骸が絵の中央に横たわっており、動物の骨、それも人間の肋骨に見える骨も描かれています。そして実はこの絵、1845年に北極海へ調査に行っていたフランクリン探検隊をモデルにしているとのことです。北極で134名にも及ぶ隊員が全員行方不明になるという悲惨な末路を迎えているにもかかわらず、エドウィンはこの事故に強いインスピレーションを得たと言われています。そういった経緯もあり、この絵を見て恐怖を感じる人も多く存在したため、最近ではイギリス国旗を上からかぶせて一時的に隠しているそうです。死せる母、ベッドに横たわる年配の女性と耳を塞いだ子供が描かれたこの絵は、1901年に叫びで有名なムンクによって制作されました。この絵はムンクが5歳の時に結核で亡くなった母の死の直前をモチーフに、死や愛などといった彼の内面に存在しているテーマを元に描かれたと言われています。そういった経緯があるためかわかりませんが、この作品を見た人の中には得体の知れない恐怖に襲われ、体が震えたり悲鳴のような幻聴が聞こえたという人が多くいたそうです。また絹擦れの音のようなものを耳にした人や、少女の目が動き目があったという人もいるとのこと。これらの話がどこまで本当なのかはわかりませんが、暗い作風なだけあって、あまり長時間見ていたいと思えないのは確かです。そして実はこの絵画のキャンパスサイズでは描ききれなかったのですが、実はベッドの右側に全裸のキリンがいたとかいないとか。魂の器、ニュージーランドのオークションに出品されたこの絵は、赤を基調とした背景に褐色の器だけが描かれているという作者の意図が全く読み取れない不気味な絵画です。出品された際、概要欄には、私の魂は器の形をしているという意味を理解するのが難しいコメントが添えられていたとのことです。また出品者曰く、ニュージーランドのパウアヌイという島でこの絵画を購入したとのことですが、家に持ち帰って以降、この絵画映画の周辺で人の影のようなものを目撃するという怪現象に高頻度で遭遇したため、この絵には何かよからぬものが取り付いているのではないかと思い至り、すぐに手放すことを決めたそうです。また魂の器は150ニュージーランドドル、日本円にして約1万1000円で落札されたとのことですが、その後この絵画の行方は分かっていません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、皆さんまだ生きてますか？おかげさまで7回死ぬことができました。満足してますという方は高評価とチャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくです。終わりー。はい、賢者タイムなんですけど、いやーちょっとね、動画投稿遅くなっちゃいましたね。今ちょうど12時ですね。すいませんということなんですけど、なんか最近ちょっとね、ちょっとなんていうんですか、ツイッターでなんか上げられた漫画でなんかちょっと話題になってるやつがあってですね、一人が好きな人の8割に共通することっていうのを書いた漫画があってですね。まあ、なんか僕のツイッターかなんかでリツイートちょっとできたりしようかなと思うんですけど、まあ、それにですね、それに、を見たキリンが、ここ、なんていうんですかね、それを見たキリンが共感の嵐みたいな、ちょっと共感の嵐来ちゃってですね、っていうことでですね、なんかちょっと、どういうのが載ってたのかなっていう話をちょっと軽くしようと思うんですけどね。一人好きはですね、まず、一番食らったのはどれかな、ご飯を食べるとき、一人で食う飯の方がうまいっていう。これ、共感してもらえるのかな？わかんないですけど、僕、これめちゃくちゃわかるんですよね。これ、なんて言うんですかね。僕、人に対してちょっと、なんて言うんですかね。基本的に、警戒心が強いから、多分人とか友達とかと飯食ったりとかして、まあ、味を感じないんですよね、ご飯に。もう喋ることに、なんて言うんですかね、必死というか、必死で味を味わうことができないんですよ、人と飯食って。だから一人の方が美味しいんですよね。普通にめちゃくちゃ共感の嵐だったですね。とかね、なんだろうな。まあ、人と会話した後、脳内発声会を行うとか。まあ、これは、ま、最近では、もうなくなって聞きましたけどね。やっぱり僕も若かりし頃は、やっぱ反省会、しょっちゅうしてましたね。まあ、今もしますね、軽くね。とかね、家族が出かけて家に自分しかいない時のたまらないフリーダム感が好きっていう。まあ、これ子供の頃の話とかと思うんですけど、これめちゃくちゃわかるですね。もう誰もいない、家庭、
あの、ね、やべえっていうか、ワクワク感半端なかったんですかね。はい、あ。いや、それめちゃくちゃわかりますね。もう、リビングで抜いてやろうみたいなね、そういうテンションになりますよね。盛り上がりますよね、それは。はい、あ。っていうのとかね。あと、友達と一緒に勉強するという行為が非効率に思えてなりません。あ、それもめちゃくちゃわかる。まあ、友達と一緒に勉強するってことは、まあそういう機会も別にそんなになかったっちゃなかったんですけど、まあそれってもう遊びですよね。どっちかというと勉強っていうか、勉強できないでしょ。いやなんかだからその人といるとそっち側に意識が持ってかれて、そのそれ以外の作業なんて集中できるわけないんですよね。なんか僕としては一人好きとしてはね。とかあとね、どちらかといえば人に気を使う性格だと思います。あ、これはね、ちょっと半共感みたいな感じですね。半分共感、半分わからんみたいな。まあ人に気を使うというか、これはなんて言うんですかね。僕がですけど、気にする。人の視線を気にするタイプだっていう方が僕としては結構しっくりくるからもしれないですね。あの、気は全く使えないんですけど、あの、できるだけ嫌われないように、嫌われてないかなっていうのをすごく気にして、なんか、その、何、行動に何かしら移してみたりとかはあるんですけど、気は使えないタイプですね。それは、あの、相手のことを思ってるんじゃなくて、もう自分の可愛さがゆえに、自分が嫌われないように、あの、どうしようみたいな、なんかそういう感じですね。そんなに、成人ではないですね、僕は。はい。まあ、そんなところですかね。まあ、あといろいろあるんですけど、まあ、そんな感じで、ちょっとね、すごい共感の嵐だったんで、ちょっとご紹介してみたという感じでした。ということで、さよなら。